ロバート・ヘレニウスはフィンランドのプロボクサー。スウェーデンのストッカホルム出身。愛称はザノルディック・ナイトメア。2000年、ヨーロッパの士官候補生選手権の17歳、以下部門に出場し、銅メダルを獲得。2001年、サラエボで行われたヨーロッパジュニア選手権で銅メダルを獲得。2004年、アテネオリンピック予選に出場するが1回戦で敗退。 2005年、中華人民共和国の名用紙で開催された2005年、世界ボクシング選手権大会にスーパーヘビー級で出場。1回戦でデビットプライスを破るも2回戦でルスタムサイドブーに敗れた。2006年、ブルガリアプロブディフで開催されたヨーロッパアマチュアボクシング選手権にスーパーヘビー級で出場。 初戦から準決勝まで全て TK を勝利で勝ち上がるが決勝で6年前の士官候補生選手権の準決勝でも敗れているイスラムティムリジーブに敗れ銀メダルを獲得アマチュアのプロリーグで戦っていた時にドイツのボクシングプロモーターザワーラントイベントと契約を交わした2008年北京オリンピックヨーロッパ予選にスーパーヘビー級で出場するが敗退した アマチュア時代の戦績は144戦105勝51勝が、故、勝利38敗1分。2008年5月17日、ドイツのバイロイトのオーバーフランケンハーレでデビューをした、ヘレニュースは、初回 TKO 勝ち。2010年8月21日、ドイツのエアフルトのメッセハーレで、エブヨーロッパ連合ヘビー級王座決定戦を、グレゴリー・トニートを行い3回、4回、 5回と6回の、計4度のダウンを奪い、6回39秒、TKO 勝ちで、王座獲得に成功した。2010年11月27日、フィンランドのヘルシンキのハートボールアリーナで、アッティラ・レビンと対戦し、2回1分20秒、TKO 勝ちで、エブ王座初防衛と WBO、インターコンチネンタルヘビー級王座獲得に成功した。2011年4月2日、 ドイツのハレで、元 WBC 世界ヘビー級王者サミュエル・ピーターと対戦し球界に2度ダウンを奪い球界1分50秒小勝ち。WBO インターコンチネンタル王座初防衛と WBA インターコンチネンタルヘビー級王座獲得に成功した。2011年8月27日、ドイツのエアフルトで、元 WBO 世界ヘビー級王者、 セルゲイ・リャコビッチと対戦し8回にダウンを奪い最後は一気に畳みかけてレフェリーストップ。9回19秒 TK を勝ちで WBA インターコンチネンタルオーザの初防衛と WBO インターコンチネンタルオーザ2度目の防衛に成功した。この勝利で WBO 世界ヘビー級ランキング1位、WBA 同級ランキング3位へ浮上した。 2011年12月3日、フィンランドのヘルシンキで、デレック・チゾラと対戦し12回2から1の、僅差判定勝ちで、WBA インターコンチネンタル王座2度目、WBO インターコンチネンタル王座3度目、エブ王座2度目の防衛に成功した。しかしこの判定は、大きな物議を醸し批判を集めた。アメリカ向けの解説席に座っていたフレディ・ローチは、 本当にひどい判定であると批判。リングマガジンは試合の数日後に発表した独自のランキングで判定は不当なものでジャッジからの贈り物であるとして試合に勝利したにもかかわらずヘレニウスのランキングを下げて発表した。ヘレニウスは試合後、試合6週間前のジョギング中に転倒し右肩を損傷していたことを明かし、右拳の骨折も見つかった。 2012年3月31日、試合予定だったが、右肩の回復が思わしくなかったことで、手術を受けるため試合をキャンセルした。2012年11月10日、1年ぶりの復帰戦、ヘルシンキのアイスアリーナで、シャーマン・ウィリアムスと対戦し10回3から0の判定勝ち。2013年3月23日、 ドイツのマクレブルクでマイケル・スプロットと対戦し10回3から0への判定勝ち。ヘレニウスは試合中に右手首を骨折した。2014年5月3日、ザウーラントイベントとの対立と自身の怪我のため試合を行うことができなかったが約1年ぶりの復帰戦をドイツで行う予定であった。しかし、理由不明ながら消滅した。2015年3月18日、 ヘレニュースが復帰戦を発表するが、これに対しザウアーランドイベントは法的措置を取り、裁判所もヘレニュースはザウアーランドイベントの契約下にあるとザウアーランド指示の判断を下した。2015年3月21日、2年ぶりの試合をエストニアで行い、回 TKO 勝利で復帰戦を飾った。2016年4月2日、 ヘルシンキで WBC 世界ヘビー級13位のヨハン・デオパと WBC ヘビー級シルバーを大座決定戦で対戦し、4回と6回にダウンを奪われ、プロ初黒星となる6回小負けを喫した。2017年10月28日、イギリスのカーディフでディリアン・ホワイトと対戦し、12回判定負けを喫した。2020年3月7日、 アメリカのバークレイズセンターでアダム・コーナッキと WBA 世界ヘビー級挑戦者決定戦で対戦し4回 TKO 勝ちを収めた。ありがとうございます。